皆さん、ビーズガールズチャンネルへようこそ。ようこそ。はじめまして、パフォーマーのミユです。パフォーマーのアマネです。パフォーマーのリーナです。パフォーマー新メンバーのセナです。よろしくお願いします。お願いします。はい、始まりましたね。はい、ビーズガールズ初の YouTube 企画。はい、普段は14人で活動しているんですけど、このビーズガールズチャンネルは基本的にこの4人がメインでアップさせていただきます。もちろん私たち以外のメンバーにも登場してもらえる予定ですし、10人全員でいろんな企画もしていこうと思っていますので、はい、皆さん楽しく見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。初めてビーズガールズを見る方もいると思うし、もちろんてくださってる方も、改めてビーズガールズとは何ぞや、はい、というのを紹介させていただきます。はい、ではエナちゃんどうぞ。はい、紹介させていただきます。はい、はい、ビーズガールズとはプロ野球のオリックスバファローズと ABEX のコラボレーションにより、ジュバかっこいいをコンセプトに2014年に結成された球界初のダンス&ボーカルユニットです。はい、最大の特徴はボーカルとパフォーマーで分かれていて、はい、歌とダンスでポンポンを持たずにオリックスバファローズを応援させていただいてます。はい、なんかポンポン、なんかポンポン持たへんし、はい、あのイニング感はハリセンをね使って球場で一体感をね生んでますね。はい。ではでは。活動場所は基本オリックスバファローズのホームゲームが開催されている京セラドーム大阪と、もっともっとフィールド神戸での球場でのパフォーマンスを行っております。日本の口なんかめっちゃ硬いけど大丈夫？緊張してんねんな。はい、イベントやオフシーズンの時はワンマンライブを行わさせていただいてます。はい、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 球場外でも活動させていただいてて、まあ、基本的にはねもうほとんど球場でオリックスバファローズ応援させていただいてます。はい、これから応援しますね。はい、まだ経験してないから、そうそう、頑張ります。頑張ろうでね、ありがたいことに結成された2014年から毎年私たちは CD をリリースさせていただいております。今年ももう決まってるんですよね。はい、ね、4月7日水曜日に9枚目のシングルとなる Show Me What You Got をリリースさせていただきます。もう痩せこのゲーム、もう痩せねえか決まって、熱くもゆるいも見込み、もう痩せそのハーブ、もう痩せればAVEXリリース役イベントなども実施させていただいて、皆様とお会いできる時間も場所もちょっと用意させていただいてますので、動画アップされる頃にはあと1回ですね。はい、3月28日日曜日のヨドバシカメラマルチメディア梅田さんでリリース役イベントさせていただきますので、ぜひぜひ興味がある方や日程が合う方、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。こんな感じでね、ビーズガールズもすごい知ってらっしゃいわけで、まだまだセナも知らないこともいっぱいあるし、なんかそれもなんかビーズガールズ歴史勉強みたいな感じで企画としてアップできたらいいな、企画していきたいと思います。楽しみにしててください。はい、ではでは、今はビーズガールズの自己紹介をさせていただいたので、今日はこの4人をもっともっと知っていただきたいと思いますので、今から1人ずつ自己紹介していきたいと思いまーす。イエーイ。もうエピクイってほんまにイエーイそれ。イエーイイエーイイエーイ。はい、なんかマストで絶対みんなで答える質問は考えてきてて、はい、プラスじゃん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 じゃじゃん、それぞれみんな1人2つずつこういろいろ質問を考えてきたので、はい、それをちょっとこう置いてね、
1人2つこう聞いて、それもプラスで答えていこうと思います。はい、はい、では行きましょう。よし、じゃあ決めていこう。はい、勝った人からにする。あ、そうしましょう。最初グッてポチ。OK ですか？はい、大丈夫です。いきまーす、はい、名前と背番号を教えてください。名前は、あ、背番号かちょっと名前は、名前はあまねです。背番号は356番です。はい、ビーズガールズ歴は3年目です。はい、出身地は奈良県です。特技と趣味を教えてください。特技は韓国語で、趣味が映画鑑賞です。はい、喋って、韓国語。こんにちは、あまねみだ。あまねです。あまねです。何でも略せんの？めっちゃ難しい言葉を略せない。あ、総理大臣が喋ってる言葉とか。それはさすがにやろ。やばい。日常会話はいけるみたいな。日常会話ぐらいやったっけ。ご飯食べた？ご飯、パン。韓国語で喋って、パンも食べたよって。はい、それでは好きな食べ物は？ケーキです。何ケーキが好きですか？モンブランです。あ、美味しいな。座右の銘は？人にされて嫌なことはしないでね。しないでね。そんな可愛い。そうですね。はい、小さい頃の夢は？ケーキ屋さんです。ダンスはいつから？中学からです。そうなの、はい、では最後に今年の抱負は？頑張るのでよろしくお願いします。それだけですか？あまねらしいです。ですね。終了。それでは下のカードから引いてください。はい、こちら。何？好きなアーティスト。好きなアーティスト誰ですか？東方神起。あ、うん、好きやな。韓国ですね。それではもう一枚。得意料理。得意料理、レイナの質問やな。そうですね、得意料理は、得意料理はレイナやろうな。卵焼き。おー、シンプル。どうやって作るの？どうやって作るの？そんな早い秒速卵焼きやんさ。秘密の味みたいのはないの？砂糖言います。ああ、甘めのやつね。の方が好きなんで。甘め、ね、甘め、ね、しいです。甘め、ね、甘めが好きです。以上、甘めでした。はい、ありがとうございました。この後はレイナです。甘めが質問していきます。はい、じゃあ言っていいですか？はい。名前と背番号は？レイナです。背番号は360番です。はい、はい、ビズガールズ歴は3年目です。そう、同期ですね。同期です。出身地は大阪府です。関西弁喋って。大阪府やで。やばいやばいやばい。特技、趣味は？特技は様々なジャンルのダンスが踊れることと、うん、前方展開ができることです。もう前方展開、嘘、見た。確かにびっくりした。すごいよね。で、趣味はストレッチとか料理です。お、好きな食べ物は？パンです。パンが一番好きです。座右の銘は？座右の銘は笑顔は人を幸せにする。おお、ぴったり。小さい頃の夢は？ダンスの先生です。あとモデルさんです。あ、ぽいぽいって何？ぽいって。ダンスはいつから？5歳からです。5歳から。今年の抱負は何ですか？3年目になるので、パフォーマンス面ではみんなの先頭に立って引っ張っていけるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくです。レイナでした。レイナでした。じゃあ今から紙に書いた質問をレイナに答えてもらうんですけど、さっきのあまねが引いたやつはもう抜きにしてるので、あと6個の中から
レイナに弾いてもらおうと思います。はい、目開けて、目開けてるけどこの人目開けてなかったね。では、ここに行きます。はい、でれん、行きたい国は？お、何したい？あ、ピュが考えたやつ、難しいなあ。行きたい国はハワイです。何したい？綺麗な海で泳ぎたい。わー、泳げん、絶対いいですね。泳ぎます。泳げんの？そうなの？めっちゃ沈みにちゃんと泳ぎます。平泳ぎが得意です。顔つけずに泳げる？泳ぎます。すごい、意外意外、沈んでそうやな。なんで？です。ハワイ、いいな。ではでは、2個目、はい、行きますね。みんなよ。てれん、得意なジャンル、ダンス。これレイナが考えたやつちゃう？え、違いますよ。あれ、誰？セナ。セナか、ごめん、セナ、セナやな。セナです。セナからの質問です。はい、一番好きなのはジャズヒップホップ。あー、ガールズ系が好きです。めっちゃ好き、レイナのガールズヒップホップ。バックとかもめっちゃ。あ、バック好きです。ロックは？ロックはこの、 あの356番のアマネができるみたいな。アマネもともとロックしてたそうです。はい、こんな感じです。パフォーマンスに注目ですね、レイナの。バイバーイ。